今日は部活がオフトレーニングをした <laughs> テニスに大胸筋は欠かせない一日一回はラケットとボールとチャレ合う何も食べずにトレーニングしたら腹が減ってきたなぁさて何か食べようか時間はもう4時かさすがになんか食べた方がよさそうだ 使い切るのが大変なマヨネーズそして昨日余った唐揚げだサランラップを脱がすと絶景がそこには見えたとてもうまそうだ今すぐにでも食べたい使い切るのが大変ということが脳裏に浮かんだだからたっぷりとマヨネーズを使おうさすがにこれは使いすぎかまあいいだろう たまにはトレーニングもしたことだしさらにもう一杯追加させていただくなぜなら使い切るのが大変だからいただきますいつもは軽々と持ち上げられるがマヨネーズのせいで重い少しマヨネーズが多すぎたみたいだしかし うまい喉を通過していくのが心地よい頬が落ちるということはこういうことだったのかラスト寂しいマヨネーズは足りない自分はマヨラーではないがマヨネーズを足したくなった <laughs> マヨラーではないが余すことなくマヨネーズは食す。マヨラーだと認めたくない、ごちそうさまでした。